これで何の100万条件ぐらいになりましたね。なるほど。うん、まあ、今はもうねしっかり頑張って打ったんだけど、はい、まあ、ローピンが痛かったな、うん、そこでねちょっと無理しちゃったからな。いやこれは厳しくなったか。今最後のチャンスみたいな感じでしたね。いやでもまだ、はい、まだわかんないですけどね。100万が出ることだってあるからね、はい、うん、現状で今48ポイント差ほど。はい、はい、さあドラワリアンピン、まあ、樋口も2番手、伊藤を1番手としては最後まで諦めきれないでしょう。またねこう宮内くんなんかがねこんないい手が来るのよ ね、 そうですね。ただ宮内としてはもう条件がない以上は、だからほらね今みたいな国士狙いになっちゃうから、はい、まあどうなるかっていうと場が変わるわけですよね、うん、通常はそんなこと、はい、あの皆さんしませんから、うん、ね、自分の都合だけでいくわけですから麻雀っていうのはね、はい、こういうタイトル戦とかこういうのはやはりこういうところで歪んでくるんですよ、はい、そういうのもあってこの並びにしてるんですよね、うん、そうそう、席順を。伊藤の手がいいですね。そうそうそう、伊藤これは歪んでくるっていうことはどうなるかわからないっていうことだからね、うん、樋口君のこれ例えば竜位相とかスワンゴとか出るかもしれないよ、はい、これね、ここが上がらないから、はい、ここ絶対上がり逃したから、ね、ここが上がり逃すっていうことは他の上がり目が出てくるから特殊な上がりが出てくる可能性がある。ゆうこさんチャンスですね。いいですね。 これはもう決めたいでしょう。リュウイソイかね。リュウイソイ、ほらリュウイソイできた。リュウイソイ本当だ。種は揃いましたね、はい、揃った。本当だ。リュウイソイならないかな。まあ一つ二つ自分でアンコにしないと無理ですけどね。一つぐらいアンコにしてさ、リュウイソイあるよこれね。え、ただ伊藤優子プロも悪くないね。これはそうですね。これおとなしく、あ、それ切らないで、ね、あ、そうですね。想像に見せない方がいいですね。それ切らないでおとなしく切っておいた方がいい、うん、泣いたらやっぱり、うん、そうなんだよ、うん、なんでだってなりますもんね。地雷とか気まず切っといて、うん、これ竜医草の種がものすごくいっぱい残ってますね。そうなんだけど、はい、だからそれも竜医草しかないから、うん、うそうそうそう、それでいいペン切って、ね、目立たないように目立たないように。この時は忍者スタイルじゃないですか。うん、これでもバレましたね。はい、これはもうちょっと一色に、ねはい、なるほど。これで竜医草も警戒されますね。はい、伊藤が仕掛けるタンヤオでのイーシャンテン、ね、これはしょうがないね。樋口は竜医草のリャンシャンテン初だ。あ、これがここに来た。ここは出ない。宮内これ今大きいんだよ。今チーでしょ。ユーコープロ、あ、ポンか。食い上がりました、ね、親に言ったんだよ。はい、親は切る可能性があったから、はい、ね、親は切るかもしれなかったんだよ。急速は切った方がいい、うん、なるほど。これゆうこさんに嘘いけなくなったかもしれないですね。ああ確かに、うん、いくでしょう。嘘一つぐらいはまだテンパット持ってないでしょ。急速が出たんですよね。いやいや、まだつもぎりぐらいだから、はい、あれ手の内から出るのと違う、うん、まあ、あ、まずはダメ、9万はダメ、まあ、ほとんどテンパイかと思ったけど。さあイーシャンテン、イーシャンテンだ。白だよ、白リュウ、リャンソーロー創発。いやこれはいっぱい残ってますよ。これはある。あ、これリャンソー出るかな。さすがに出ないか。ちょっと声が大きくしすぎないようにという指示が来てます。はいはいはい。リャンソーロー創発。リュウハとリャンソーが入ったんだよ。リュウハポンなら。ああ、なるほど。リュウハとリャンソーが入ってたんだよ。いやこれまだ残ってますね。リュウハポンしたらリャンソーが来てさ、ね、リュウイソテンパイだったんだよ。うん、パーソーパーからローソーとパーソーだったんだよ。なるほど、ね、斉藤もイーシャンテンだ。いやーテンパイできない。ソーズだ。どうする。もう行かないでしょ。あ、行かない。うん、うん、これリュウイソテンパイするか。いやこれありますね。さすがにやるか。リャンソー初全て1枚ずつ残ってますね。リュウイソか。あっとソーズは3走。これは切らないんでしょ。これはまだ切らないですね。リャンピになると思いますね。そうだね。いった泣かない、ね、泣けない。よくいったね。伊藤天杯ですが役がない。3ここはいかない。ウーマン切り全然やめ、ね、うん、さあ竜医草だけだとはね。いや天杯できるか樋口、うん、あーリャンソーなくなった。あーリャンソーなくなった。ここはいかない。ローソーパースが1枚ずつ。ローソーパース1枚ずつ。樋、うん、口くんがリュウハポンしてリャンソー持ってきて、リャンソー持ってきて、リャンソー1枚切ってさ、はい、ねえ、監視内でローソーパーソーかな、うん、になったかな。どうなった。まだ100万の上がりはありえる。さあ裏山どうだ。こちらイーシャンテン、ここテンパイ取らないとね終わっちゃうからね。ソーズが流れてくる。伊藤はここでもうやめている。テンパイだ。テンパイした。
おっと、ローソン、ローソン1枚ありますね。あー、そう、すごい、うわ、すごい、樋口、これはこのローソンはすごいよ。このローソン、親打ちますね、これ。あ、ローソン、親打つ、いや、すごい、ルイソーだ、綺麗だね、ルイソーはね、綺麗ですね、ローソン1枚いや、樋口すごい、いや、ね、どっちが良かったかな、リューファーをポンできて、み、まあ、でもリューファーがいつ出るか分かんないしな。宮内、ここは親に対して、宮内は満足落としますからね、打たないですね、リアンゾ、ここはローソン、いや、テンパイ、これリーチだ、これリーチだね、サブローピン、これはリーチ打つね、ウーピンを切って換算ピン少しでも高く、これは危ない、ローソンあります。あ、でもローピン、うわー、樋口竜医層、いやー、すごい、なんだこれは、すごいすごい、全局の4800で終わったと思った樋口、8000、1万6000一本場、なんだよ、こんなことが起こるのか、ね、すごいね、これで大逆転でしょ、これ、いや、これ並び、いや、相当近く、そうですね、並びぐらいですよ、いずれにしても競りはで競り、はい、並びぐらいです、オーラスだね、うん、いや、なんだこれは、どっちが良かったんだろうね、すごい、なんか、いやー、すごい、樋口、ね、この舞台で竜医層、すごいね、